はいどうもこんばんは。スーパーマンの T シャツが着こなせるようになりたいカズチャンネルのカズでございます。さて皆さんもう夏真っ盛りということで、今も現在ダイエットされてる方大勢いらっしゃいますでございましょう。はい、すごいですね。ちょこちょこ質問があるのが、ダイエットグッズを紹介してくださいと。まあダイエットするにあたってですね、いろんな方法ございます。よくですね、ウォーキングが痩せるとか、水泳が痩せるとか、他には自転車が痩せるとか、まあいろいろございます。まあもちろんですね、どれでも痩せることができるというか、一番大切なのは続けることができるかどうかということでございます。やっぱですね、続けるためにはまあ根性も必要だし、なんならですね、どうせなら楽しい方がいいと、ということでですね、本日ちょっと面白そうなもの買ってみました。ということで本日ご紹介いたしますがですね、こちらとなります。ほーら、これ皆様何かわかりますでしょうか。これ、では早速ですね、こちらの方中身見ていきましょうか。これ多分これだったらね、これヒントはですね、結構流行っております。結構ね、子供たちがですね、やってるんですよ。なんかね、近所でもですね、これ見かけたんですよね、子供たちがやってるの。どうなる、大人でやってるのは見たことないんだけども、楽しそうではございます。飽きた、これかということで、本日ご紹介いたしますはこちらとなります。はい、こちらですね、数年前から流行ってるブレイブボードというものでございます。結構ね、小学生の子たちがね、やってるイメージあるんですよ。ただね、これやったことはないんですよね。スケートボードのなんだ、カジュアル版、ちょっと簡単にしたバージョンじゃねえのかなと思っております。そうですね、こちら一個ポイントがあるとすればですね、これでございますよ。これ、ちょっとしたですね、DVD がついておりまして、これさえ見れば、すごいですね、ブレイブボードが乗れるようになるという代物でございます。まあ私みたいな運動神経が鈍いやつでもですね、多分乗れるようになるんではないでしょうか。でですね、ちょっと構造よく知らないんですけども、ちょっとこちら見ていきましょう。ですね、まずね、開け方はね、よくわかんねえんだけど、これかな。さあ、それにしても熱いね、今日。あ、来た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 。はい。説明書。あ、こっちの方にも、あ、多分そうだ。多分英語版の乗り方とかね、書いて、あ、これは無理だ。これ見える？多分技が紹介されてると思うんだけど、完全に僕、怪我するね。良い子のみんなはね、真似しないように注意しましょう。そんで、よっこら、よっこら、セット。はーい、こちらが本体となっております。いや、ポイントは、変わってんね。なんかね、この真ん中があって、これほら、ここね、真ん中回転しないんだけども、ほら、こんな感じで回るようになっております。っていうか、ちょっと待って。暑いね、今日は。熱い。あ、そんで、ちょっと見てよ。これわかる？ほら。それぞれがね、なんか、ふにゃんとね、変わるように。なんか角度がね、変わるようになっております。そんで今回買ったやつの裏側ですね。こちらがね、ローラーになるんですけど、もう、なんでしょう。まあ、特殊な感じ。まあ、そんな高い感じはないな。でもね、周りはね、周りもそんな良くないね。ベアリングめっちゃいいと思ったけど、ほら、すぐ止まった。そんな周りはね、良くない感じ。です、なるほどね、これ。これね、結構お子さんのために買うって方が多いんですね。なんかね、遊びながらバランス感覚を養う、ゴールデンエイジって何って、ゴールデンエイジって何かようわかんねえけど、まあ、ゴールデンなんでしょうね。あとですね、やっぱ危ないということで、これ、もう一個注意点あった。今回のこちらですね。体重100キロまでとなっております。それでですね、8歳以下は使っちゃダメ。ほんで、10歳以下はですね、常に大人が監視してください、とのことでした。もちろんですね、道路はね、危ないからね、道路では絶対にやらないように皆さんご注意しましょう。またですね、これ、よくですね、怪我される方ですね、大勢いらっしゃいます。もしこんなの乗ってこけてですね、コンクリートに、頭かちつかれば大変ですからね、ちゃんとヘルメット、他にもですね、プロテクターもね、一応購入していました。こちらアマゾンでね、1000円前後で売られておりますので、もしですね、これ買う方、いくらですね、運動神経に自信があっても、最初はですね、こける可能性ございますので、こっち、絶対こっちの方着用して遊んでください。室内どうなんだろう？怒られないかな？ちょっとね、雰囲気どんな感じなのかね、どんなんだろう、これ。これ結構難しいよ、これ。ね、
え、これ左右のバランスも取らないとダメなんじゃん、これ。え？え？ダメだ、これ。え？ちょっとの移動。いやー、これ多分思った以上に難しいです。はい、ではですね、最後にこちら気になるお値段なんですけども、こちら初心者にも優しい、あの初心者用の DVD がついてきまして、送料込み約1万円となっております。いやー、決して安くはないけどね。これをきっかけにですね、あの運動が趣味になるんでしたら、まあまあいいのではないでしょうか。またですね、ダイエット中の皆様、別にですね、このブレイブボードを購入する必要はございません。ただですね、継続して、楽しみながらできるスポーツ一つ持つとですね、ダイエットにはかなりいいかと思います。ではですね、次回、ブレイブボードは大人は何時間で乗れるようになるのか、そちらの方検証してみたいと思います。以上ですね、ブレイブボード開封レビューでした。いやー、ちょっと今乗ってみたけど、不安しかないよ、これ。いやー、私とても不安でございます。ではですね、今回関連動画といたしましては、こちら、カズアップでですね、食べても痩せるダイエット、こちらの方に貼り付けておきます。またですね、先日結婚式の時にダイエットしました。その時の結果発表についてはこちらの方に貼り付けておきます。また今回ブログの方も書いておりますので、もしよろしければそちらも合わせてご覧くださいませ。最後こちらカズチャンネルでございます。こんな感じでね、楽しみながらダイエット、それを目指しておりますけども、いささかですね、前の方から厳しいという声が上がっております。まあそんなことはさておき、もしよろしければこちらの方からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次、皆さんお会いしましょう。